あって、また鉱山に潜って、ルビーを探しに行かないと。ルビー探しの旅だ。あ、その前にあれか。釣り竿じゃないや。釣り竿じゃないや。なんだっけ。ツルハシだ。ツルハシの強化しないと。おい、ドラえもんどこだ？ドラえもんがいねえぞ。あいつ、ここ行きたかった。おいおい、ドラえもん。働きたくないからってあいつ逃げたか？この野郎。どこだ？あれ？チーターン。おはよう、いや。おはよう。あ、そっか。ピコ太郎も手伝ってくれるのか。あ、いたいたいた。ドラえもん、ドラえもん。いいよいいよ。もうドラえもんしか、もうドラえもんしか手伝わせないから。大丈夫、大丈夫。グレートアップ。そう、まだじょうろ、ん？鉄が足りないのか。あ、まさかの鉄が足りない。ま？鉄を取りに行かん。その前ルビーだな。ルビーが欲しい。ツルハシ全然足りないじゃん。待って。え、そんなに足りひん？うわ、銅と鉄がえぐいぐらいいる。マジか、金だけじゃないのか。はあ、どうしよう。え、どうしよう。とりあえず、がむしゃらに掘って、銅と鉄手に入れるか？買う？買うか？どうする？いや、無駄遣いしない。集めに行く。頑張る。よいしょ。限界。帰ろう。帰るぞ、ドラえもん。いやー、めっちゃ使えるなー、こいつ。いいなー。よし、置いて帰ろう。ドラえもん置いて帰る。ダーッシュ。じゃあな、ドラえもん。多少は、おお、ついてきてる。多少はさっき帰るぜ、ドラえもん。じゃあな。なんでお前ついてこれてんだよ、これで。マジ？ドラえもん、どこでもドアでついてきてんの？チートじゃん。そのどこでもドアよこせ？本当に。そのどこでもドアくれよ、ドラえもん。寝るぞ。寝るぞ。いやー、そんなにお金にならんなー。さて、今日もドラえもんこき使うか。行くぞ。おはよう。ねえ、クリアちゃんね、めっちゃ甘えたなんだよね。おとといぐらい家帰らなかったじゃん、私。もう家に帰ってからもう甘えたちゃんがすごいよ。ん？何？こんにちは。こんにちは。あれ？どうした？こんな雨の日に。おお。はい。ですから。何？傘もささずに？何？ずらしんぼ？ああ、知ってる。確か、漫画でのドラえもんでは、あれじゃん。漫画についちゃったお菓子のシミをずらしてたやつじゃないっけ。だったはず。チョコレートケーキそれかなでんか落は、としたんじゃなかったかな。ありがとうございます。ですから、はい。ありドラえもんね、オッがとう。ケー。ついてきてるから大丈夫。のび太くんについてきてるから。おい、ドラえもん。はーい。ずらしんぼー。これは？
何をどう使う道具なん？それで。何をずらすの？わかんない。あのね、え？模様替えの時に、植わっている、植わっている？え？植わっているって日本語何？植えているじゃなくて植わっているって言うんだ。何その日本語。作物や果樹の場所を移動させる。めっちゃ考えて果樹の場所考えたのに。めっちゃ考えて果樹の場所考えたのに。そんな便利なもんだったんじゃん。ずらしんぼを使用すると畑の作物や果樹などを動かせます。ずらしんぼは模様替え中に使用することができる。動かしたいものの前で無心と移動させたいところで押す。ああ、移動先に何かあると移動はできないと。オッケー、めっちゃ便利。何それ。え、これさ一番使えるくない？今まで返してくれた道具の中で。なんで雨降ってんのにさ、これここ乾いてんの。なんでそんなことになる？よろしくね。はーい。で、体力マックスになって鉱山潜ろう。今日は鉱山潜ろう。これで。よく来た。グレードアップ。24。買おう。買おう。鉄鉱石。24だから9個ね。鉄のツルハシだ。よし。グレードアップ。あとは？カマもちょっとグレードアップさせとこう。よし。あとはとりあえずいいかな。オッケー。行くぞドラえもん。今日も鉱山にカンカンしに行くぞ。さすがに。よし。はい。ありがとうございます。はい。それでだ。わかった。よろしく。うん。釜のチャージができるようになったと。これ一緒に行くってさ、複数人できるのかな？できないのかな？複数人連れて行けるんだったらめっちゃ便利だけどね。さすがにゾロゾロ連れて行けれんか。無理かな。あ、なんかイベント起きるぞ、これは。ん？いや、釣りはしに来たんだけど。ああ、え、誰、新しいキャラじゃん。どうかしら。小さい魚も大きくできる？どういうこと？違った。だからアイス風俗はお気楽って言われる。あ、めっちゃおこ、あ、それめっちゃ、それは言っちゃいけないと思うな、私は。あ、怒ってどっか行っちゃった。参ったな。誰な、あれは、結局。こんにちは。あのね、ルアナさん。じゃあ新キャラとしてこれから積みつくってことか。それがよ。ああ、発明してくれるんだ。参ったな。よし。おう。結構新キャラ出てくるな。家を大きくしただけで新キャラが今3人4人ぐらい出てきたよね。わあ、牧場に戻された。へえ、うん。おお、来たじゃん。なになに。ねえ、おお、あら、なんか発明してくれるのかな。
種メーカーください、種メーカー。種メーカーが欲しいです。あのね、ルアナちゃんね。うん。さてと。うんうんうん。なんか発明してくれるの？もしかして。よろしくね。うんうん。宇宙から来た。まあ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 、間違ってはないけど、違う星から来たのは間違ってない。ほう。何？研究対象にされんの？私ら。研究するならドラえもんの方が面白いぞ、多分。なるほどね。うん。いえ。ねえ。乗り物、宇宙船どっか行ったんだよ。あ、てか没収されたんか。ねえ、うん、古代文明。あー、そっか。この星では古代の方が発展してたから、宇宙船とかは古代文明だと思ってんのか。それでね。ほん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 。だけど、なるほどね。地球では古代ではないけどっていう話か。ごめんなさい、城にあるんだよね。すぐ怒るんだから、短気すぎるわ。ちょっと短気は損気だぞ。嫌われるぞ。オッケー、行くぞ。下のビーチに行くぞ。こっちからビーチ行けれたの確か。ご飯の話しかしねえな。行けれたよな。あ、行けれる行けれる。この下から浜辺に出て、海釣り、ああ、いつの間に、フルーチュができてる、フルーチュが。おお。そうね。ああ、やっぱ一人までか。オッケーオッケー。よし、寝るかの。寝る。おやすみ。おやすみ。おー、最近稼ぎがそんなに良くないね。